何があっても出てきてはダメだ。バジルを探してくる。必ず戻るから。そんな顔しないで。いい、よく聞いて。あなたなら大丈夫。頑張れるわよね。私が戻らなかったら逃げるのよ。一人でいいわね。逃げたら名前を変えて別人として生きていきなさい。新しい人生を始めるの。バージル、バージル、どこにいるの。串刺しにされるかと思ったぜ。目を覚ましそうになかったからな。少し強引に起こしただけだ。今何日だ。6月15日ひと月。体がバキバキだ。急げよおっさん。今頃多分ネロの小僧が一人でユリゼンの元に向かってる頃だがよ。あいつごときの力じゃ。おい、俺の仕事だ。ネロを巻き込むな。お前がユリゼを倒せれば、俺だってあの小僧に頼りはしなかった。だがユリゼは、奴の力は想像を超えていた。何これ、嫌な匂いね。そりゃそうだ、ゴミためみてえな場所さ。これほどの力だとは。ビビったんならやめときな。お前の手に負える相手じゃねえしな。そうだな、あとは任せよう。あ、え、ちょっと待てって。おいおい、なあブイちゃんよ、ここまで来たってのにマジで逃げんのか。おい、保険を用意しておいた方が良さそうだ。何よあれ、あっさり逃げたわね。気にすんな、行くぞ。ゴミを片付けないとな。獲物は早い者勝ちでいいのね。当然でしょ、急いでね。だって確かめさせてもらうぜ、本当にお前なのか。建物だ。本当にあいつのセンスか。
もたもたしてるとしまっちまうな。Yeah!
やってやがんのかよ。気が早い女どもだ。Yeah!
間違いねえ。この先にあいつが。これはこれは、そちらがゴミための王様で驚いたな。俺でも手こずる女どもだってのに二人を軽く倒しちまうってことは大当たりか。ダンテ、Ugh!